知恵袋を拝見しておりまして、こちらのご質問を見つけました。問題を解いてらっしゃるということでね、頑張ってらっしゃるなぁと思いました。早速ビジュアルスタジオにですね、このコピーさせていただきまして、ビルドをしてみますね。エラーが出たっていうことでね。確かにエラーが出てますね。じゃあ、ご説明をしながら修正をやっていきたいと思います。まず、ポインター A ですね。A にバッファー。バッファーはこちらでセットされている。ここでね、A イコールバッファーでいいんだけども、これ消えちゃいますね、これね。ゼロってマヌルポインターみたいな意味合いで、A がね、ダメになっちゃう。なので、これは、まずは消します。消すだけでいいんですよ、これはね。あとはね、A と100の比較ができない。A はポインターですので、100というインテジャーの値との比較はできないです。気持ち的なものはわかりますよ。これは、つまり、バッファーの100番目のアドレスより小さい。ちょっとね、こんなにね、難しくしなくていいんだけども、意味合いとしてはこれなら大丈夫ですっていう一つの例です。そして、ここにセミコロン。これね、ここで for文終わっちゃいますから、これはね、ダメなんです。for文の後のこのセミコロンは取り除くことが必要ですね。それから、フォーブの中ですね、これね。A はバッファーの内容でしょ？まだデータ入ってないんですよね。バッファーのアドレスを A にセットしました。A にまだデータ入ってないです。これ、逆ですね。イメージ的にはこうです。ただ、ここ問題があります。S のアスタリスクってやると、ここの先頭の1バイト、ずーっとこのフォー文でぐるぐる回っても、同じデータが繰り返し、A の方はね、これプラスプラスされてますから、この A の、こちらのね、100バイトの領域に、S の先頭の1バイトがどん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 コピーされていく。この「こんにちは」の「こ」のね、前半、ひらがなの「こ」の前半の1バイト。そういう状況になってしまうので、ここはイメージ的にはこうですね。i っていう変数ないんだけど、仮にあるとしたらのお話でね。それで、この状態でやるとしましたら、a-buffer なんていう書き方もできるんです。これちょっとね、これはまた、これと同じ話で、余計に難しくなっちゃってるんだけども、後でちゃんと整理してね、より分かりやすい書き方を後でお話をするとしまして、これでひとまずなんとかなったかな。あとは、ここの、プリント F でね、最後にコピーした結果の文字列を表示するんだけど、ここシーってなってますね。ここはね、C はね、キャラクターの C なんです。1文字だけになっちゃう。S ですね。S とするとストリングですから、文字列になります。そして、このアスタリスクついてると1文字だけになっちゃいますんで、ただし、A だとまずいですね。これ、プラスプラスして最後までいっちゃってますので、この for 文で。おしまいの1になってます。なので、 A を使うとしたら100引いてやる必要がありますね。で、S++ はこれは、いらない。単純にいらないと。こんな感じですね。ビルドしてみましょう。実行します。ステップ動作で入っていきますよ。メモリーアロケート成功。そして、for 文です。for 文で、メモリー見ますか。ちょっとね、表示が小さいんですけども。
バッファーは今 CDCD ってことのねゴミが入ってる状態ですが、フォームで回していくと、どん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 データがここにね、ここに入って、すごく小さいんだけど、ここに入っていきます。はい。どん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 入っていくと。じゃあ、15行目まで一気にやりましょう。いいですね。ここ0がね、綺麗に入って、うまくいってますね。そして、printf を実行。うまく表示されてる。イコールの後、このこんにちはと出てますと。いいですね。そして最後にバッファーの解放が入ると。うまくいきました。はい。こんな感じですね。はい。しかし、ご説明の中で言いましたように、必要以上にやっぱりね、ちょっと難しくなっちゃってますので、やはり見直しが必要かなと。はい、思います。はい、ではより分かりやすい書き方に改めてみたいと思います。そうですね、やはり変数をこれは、用意した方がいいんじゃないでしょうかね。この int i イコール0みたいなね。そうするとここは100より小さい i だとすることができます。その上で a の i、この書き方ができます。a はポインター、ここじゃない、ここですね。ポインターなんだけども、ポインターだとダメってことないんですよ。配列のようにこう書くことができます。そうしますと S の方もこう非常に分かりやすいですね。はい。そしてマイナス100もいらないと。A は変化させてませんから。A をプラスプラスはしてない。A をプラスプラスさせるやり方も良かったんですけどね。A。はい。実行してみましょう。いいですね。はい。こんな感じになります。まあ一つの例です。これは。ポインターを使って、ポインター自体をプラスプラスするやり方はすごくいいと思いますよ。はい。こうでなきゃいけないってことはないです。はい、では、ここまで、ご覧いただきましてありがとうございました。これで終わります。